よろしくお願いします。よろしくお願いします。いずれ外にお風呂を作ろうと思ってるんですけど、はい、でもとりあえずそのシャワールームだけは欲しいなと思って、はい、ここすごく狭いお風呂だったので、浴槽も取っ払っちゃってまして、はい、でこっからこうシャワーを浴びるように、はい、シャワールームにしようと思って、シャワールームだったら結構広いかなと思って、うん、でここにもうシンプルなシャワーだけっていう感じ、はいはい、ちょっと一回浴びてるイメージちょっとすごい、これ私はこうかなこれ多分皆さん 初公開ですよ多分。島谷ひとみ、長い髪の人は大体こっちだから実際は。まあでもシャワーだとこういうことだよね、うんってなります。はい、でここはガラスで、ガラスの入り口で、ガラスの入り口で、ここでシャワー。じゃあ突き当たりにこうノブがある感じですかね。そうですね、はい、ここもしくはここでも、これね、これでいいと思う。はい、ここね、全部取っ払ってもらって、な。あと、これなんか水道が出てるの、これ何ですか？これは前のやつなんで、撤去した。撤去できます。これ多分前ここに洗面、はい、手洗いがあったんじゃないかなって思うんだけど。こっちも外せない。外してください。なしで。もうここのシャワーのみの部屋にしてほしい。シンプルに。うん、天井作りです。シャワーだと広いだけどいらない。外に露天風呂作る予定だった、うん、そうみんなで。そうなんですね、みんなで。あ、結局俺らも手伝うみんなで。あ、そうなんです、はい、私はできないから私は言うだけだから話すんだ。あ、だからその人間の配管だけやっとかなきゃいけなくて。そうですね、はい、はい、じゃあそれもちょっと今からじゃあ行きましょう。はい、はい、ホテルのシャワールームでトイレとシャワー、トイレもこっち向きでいいと思う。便座がもう広くない？ちょっとあの原さん、なんかまた言い出しました、新しいこと。ちょっと恐ろしいこと言い出しました。向きじゃなくて、そうそう、洗面台があるんじゃないですか。いや、でも幅的には多分十分いけます。でドアは今ここになってる、ここだから。スライドドアになるんですね、はい、ご決断を。あ、これは、で、ここまあ洗面所なんで、洗面所はね、こっちのマシンでも邪魔にはならない。全然広いんだよね。ここに、はい、はい、大丈夫です。大丈夫ですかね。で、これの奥行き見て、ここをね、センサーで、そういう無効性の中でっていう。そうですね、決定でよろしいですか。はい、はい、あ、ゆくゆくはここにお風呂を作ろうと思ってて、中が狭いので、その前にもともとここに倉庫があって基礎があるんですけど、この基礎を生かしてここは脱衣場にして、でここに洗面所がちょっと走りためようと思って、はい、でこっちにお風呂を作ろうかな、はい、持ってるので、それでちょっと回転を通していかなきゃいけない。見えない。はい、
持ってきてたまたまできたので、元の配信が一気に決まっちゃってるから、はいはい、はい、こんなことが入ってます、はい、配信だけ取れるようになってます。ここを見出しに作ってるというふうになって、水はこの建物のメーターがあそこなんで、うん、あそこから取り出して、で、うん、私は新しく取り出して、はい、でもじゃあここやっぱつながるっすね。いずれつなげていきたいですよ、うん、ここまではつなげたいんですよね、だからね。でもつなげ、今回の作業でそれはいけるんですか。今回はここで止まるんですよね、はい、次回ここをまた別で、はい、まあ、ウッドデッキのままこっちにつなげるのか、まあ、一回土間を降りて土間で行くのか。つなげたい。デッキを。そのつなげたいっていうのは、このコンクリートをこっちにつなげたいってことですよね。そう、あ、ウッドデッキじゃなくてね。うん、かまあ後々の話だからあれだけど、まあ、そのままこのウッドデッキの高さでこういっちゃってもいいぐらいの高さになる。あ、うん、それもいいね。完全プロデュースだね。わーってならないの。そっくりいいの。なるよ、そういうふうに。ね、このウッドデッキに合わせた方がいいよね、この高さ。そしたらもう完全にプライベートで。露天っぽくしたいから見えない方がいいよ。目線は上げたい。じゃあこのままウッドデッキからこっちのお風呂場の方に行けるようにする。そう、もしかしたら見えないようにこっち向きにこう露天みたいにしようと思うけど、そんだけ見たらこっちでも大丈夫かもしれない。開けても、うん、そういう風にしてもらう。半露天みたいな。広がるね、広がるね、夢が。そんなイメージでいただいてください。わかりました。ここに立つなら、こっち壮大ですね、計画。だってこっちに別の庭建てようと思って、どんどん広がってって。土地は広いみたいですね、これね。相当土地広いので、これが良くないんだよね。目いっぱい使おう。そうじゃない、使わなくてね、贅沢に空間を楽しまないとね。じゃあすいません、水道が全部決まりましたんで、はい、水道工事で1個お願いします。水道工事で1個お願いします。なんだろう、水道工事、水回り。甘く見るなよ、排水管。え、いいんじゃない。